ケーテ・クラウスはドイツの陸上競技選手である。彼女は1936年に開催されたベルリンオリンピックに参加して女子陸上競技100メートル走で銅メダルを獲得した。ケーテ・クラウスは短距離走を得意とした選手だった。ベルリンオリンピックの100メートル走でクラウスは1次予選で12秒1の記録で1位、準決勝では11秒9の記録で2位となって、 決勝に進んだ。決勝では11秒9の記録で、アメリカ代表のヘレン・スティーブンス、ポーランド代表のスタニスラバ・ワはラシェビッチに続いて、銅メダルを獲得した。クラウスは、女子400メートルリレー層にも、リレーメンバーの一員として出場した。予選2組で、当時の世界新記録46秒4を記録して、決勝に進出したが、決勝では失格して、 記録なしの成績に終わっている。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズウィメンズ1 0 0ズ、ハットアスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズウィメンズ4 0 0ズ、リレーフィナール。ありがとうございます。